嘘です。嘘です。これ超ずんずん、ずんずんです。甘いのがいい。料理の説明をしてください。はい。鶏刺し、卵、ハム、以上です。普通ですね。じゃあ食レポお願いします。あ、ジンジンって言われますか。ジンジンですか。はい。まだまだまだ。鶏刺し。醤油マッチで。ジンさんじゃ好きな食べ物何なんですか。ね、甘い醤油ある。甘い醤油。さすが。怒ってますよ。一気に空気冷たくなりましたよ。はい、失礼します。これ、ニンニクがこの、ニンニク持ってくる。あ、あった。言う人や。ニンニクも。あれ、リエ、ニンニク醤油。リエさん、なんか変わりましたね、雰囲気。お風呂入りました。昨日入れなかった。酔っ払いの顔してみてください。酔っ払い、酔っ払い何いたんですか。酔っ払い困りますよ。甘み来たら酔う。おお、か、おお、はい。もうちょっと早く言わな。大酔っ払いが、ここに真っ黒にしたんですよ。甘み来たら酔う人。違うんですよ。マジで昨日は申し訳ないと思った。全部解放してあげました。ね、これまずしてる、リエさんが。はい、全まず。どんな解放。どんな解放お布団まで連れてきました。で、です靴下も脱がした。情けない。マジ情けない。いや、待て待て待て、なんて言ってんの。情けねえ。ちょっと待って。情けねえ。食べまーす。お願いします。黒歴史喋ろうと思った。鶏刺しいただきます。鶏刺し、藤井さん大好きな鶏刺しです。入れます。俺の鶏刺し、うん、うまいっすか。超美味しいです。うまい。ニンニクは何かに例えると、これは、はい、私が柏シニア戦で、はい、あのさばいたセカンドゴロぐらいうまいです。おもろ。うまい。それは絶対うまい。めっちゃうまいっしょ。あと、あのアンダースローから打ったヒットぐらいうまいです。ああでしょ。はい、あれマジすごかったです。それを超えてます。これは超えてます。超えてます。やば。あ、何より何でもいいっす。すげえな。じゃあペアで選んだ方がいい。1本までですよ。1本までですよ。1本までで2本やろ。1膳だ。1膳言うな。美味しすぎる。すごい。なんでこれ。美味しいよね。これな、鶏刺し。お願いします。生姜、あー生姜ね。大好き生姜。食べ慣れてるかもしれないけど。うまい。ニンニクなし。いこう。鳥食ってます。なんかやるよね。鳥食ってますね。うまい。生きた鳥っすか。はい。いや死んでます。うまい。藤井さん好きだからな。うまい。じゃあリエさんお願いします。食レポ。いや、だって食なんでね。食の神様じゃないですか。食プロなんで。食プロなんで。食プロ。食プロお願いします。無理無理無理。これ何の栄養が入ってますか。かわいい。かわいい。かわいいよ。何の栄養が入ってますか。あ、何の栄養ありますか。タンパク質、タンパク質、カルシウム、カルシウム、タンパク質。カルシウムはない、ない、ない。ないの？ないの？タンパク質、タンパク質。は入ってる。生姜。花粉。花粉？花粉？ビタミン D、ビタミン D。D。うまい。飲んでる。お。さすが姉さん。さすが。玉木さんとは違いますね。ニンニクやな。なんかニンニクの上。今日ヒットだったんだね。今日ヒットだったんだ。全然ピッチャーゴールかと思いました。いや、いいヒットですね。ラッパ飲みしていい？あ、いいよ。まだしてる。そう。だから、明日終わったらちょっと。絵になる。セクシー。セクシー。アイコン。ダイナマイズ。髪型変わった藤井さんです。え、でも私そっちの方がいい。うん、わかる。だって前バウンディのさ、うるせえな。偽バウンディ。偽バウンディ。偽バウンディだったからさ。でもちょっとキャベツ太郎に似てます。ちょっとは？キャベツ太郎。ずっと言ってた。村さん。駄菓子？キャベツ太郎いるんだけど。おお、またすごいの来た。T さん、お願いします。え？タコ？すごい。おしゃ。シャルトシャ。おしゃれ。うわ。最高。奄美でこんなおしゃれなの。俺も言うてた。俺も言うてた。でも失礼かなと思ってやりました。姉さんも言ってるよりうまい。これこのままですか。何もつけない。これ自体に味がついてる。マジさすが管理士。昨日食べてます。タコのバジルうまいよ、バジルね。あるね。バリ食うやん。姉さんお願いします。おにぎりです。それもなんか奄美さんのおにぎりですか。そうです、奄美さんのおにぎり。これは何に例えると、これは、はい、もう多分大丈夫。高級イタリアンの、はい、パスタの前に出てくるやつ、あの2100円ぐらいするやつの味がします、はい、これ2100円ですか、はい、すごい、うん、
私は2100円払いますね。おお、甘みクオリティ素晴らしい。キャベツ太郎さんはキャベツちょっと駄菓子欲しいですかば焼きさんです。かば焼きさん、かば焼きうまい。めっちゃおにぎりしてる。知らないで、うん、向こうさんのない合宿所みたいな。あ、そう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 、向こうさんのとこ残しといて。え、ないないない、向こうさんがあんなバッティングしといて、あんな飯が食えると思うなよ。丸ルで酒だけですよ。飲んでいいのは酒だけですよ。大丈夫だから飯なし。うん、なしなしで。そこ正座させて。うん。正座させてシャーなしおにぎり。正座させてハブシ飲まして。ハブシないね。え？ハブシないね。ないね。ないの？焼酎買いに行かないと。強い。じゃあ強い酒にしましょう。本座りにしましょう。取り行こうや。あ、お願いします。その辺からいっぱいいるんで。マジで？そうです。あるよ。自分黒うさぎ漬け。やばい、それちょっとやばい。漬けられない。一応天然記念物。マジ、そうだよ。ジンさん、ジンさんマングース漬けで。あ、ハブとマングース。私もセラー打たれてますからね。すごい。しばらく引きずろ。まあでもあれライトぐらい。普通のグラノーラそうですよね。ね。美味しい。止まんないわ。止まんない。置いとかないと思う。リエさん、僕はおにぎりが好きなんだなって。もうダメ。恥ずかしいやりだけはダメ。なんか最悪や。最低やね。僕は、あやかもそれにやられてる。おにぎりが好きなんだなって言ってください。母も見てるんで。お母さん喜ぶと思います。そっち怒られちゃう、怒られちゃう。マジでおもろい。藤井さんがやってもらってくれると。あ、来ました。いいお湯でした。おせんば。いい湯でした。おせんば、せんばしろ。あ、飲みますか。行きましょう。飲んでます。今、灰になってる。灰になってる。何で？寝たでしょ。眠いとかないです。はい、砂浜ランニングしないと。藤井様より現金1万両